皆さんゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。前回は江戸開府から、幕藩体制成立までを解説したんだけど。そうだったな。今回は、三大将軍、徳川家光の時代を、その中でも特に参勤交代に焦点を当てて、平和な時代のお殿様のご苦労というのを解説していきたいと思います。前回も改易改易で、お殿様も大変だぜって思ったからな。まず前段階としてお殿様、つまり大名ってどういう人たちかを解説したいと思います。江戸時代の大名というのは、国高1万石以上の禄を幕府から与えられた人を言うわ。よく聞くけど、国高って何なんだ？国という単位はお米の量を数えるときに使うの。一国で成人男性が1年分に食べるお米の量と言われているわ。俺が一食お茶碗一杯くらいだから、1年でいいと、わからないぜ。昔の人はおかずが少なかったから、ご飯を一杯食べたのね。だから、一食一合、一日三合で計算しているのよ。て言うと、千合、だいたい150キロくらいの量ね。わかったようなわからないような感じなんだぜ。ともかく、一国で一人食べていけるって考えていいわ。わかったぜ。で、一万石の大名というのは、一年で1万人の人が食べていけるお米が取れる領地を与えられた人ってことね。この土地のお米の取れる基準というのは、秀吉が実施した太閤検地を元にしているわ。天下を取った秀吉は、日本中の土地の米の収穫高を調べて、大名へ与える俸禄、格式、軍役などの基準にしたのね。家康もその基準に習ったってわけね。それで大名に与えられるのは、お米自体じゃなく、お米が取れる土地ってことなんだな。そうね、だから一万石と言っても、そこからお百姓さんに年貢を納めてもらったものが収入ね。時代劇だと、厳しい取り立てしてるイメージだな。中には厳しい藩もあったけど、一般的に四公六民が基準だったらしいわ。4割が大名の取り分なんだな。だから単純計算で、家臣とその家族合わせて4000人を養える国力がある大名ってことね。なるほど、そういうことなのか。でも天候不良やいわゆる飢饉で、少なくなる時や、逆に豊作でいっぱい取れる時もあったわ。それに、秀吉時代より後に神殿開発をして、与えられた石高よりもたくさんのお米が取れる藩もあったのよ。この、幕府から与えられた土地の基準石高を表高、実際に収穫される量を実高というわ。この表高は幕府から課せられる不益の基準になったし、与えられる官位や格式にも関わったわ。なるほど、役職ついて給料高いやつほどいっぱい仕事しろってことね、納得だぜ。まあ表高が低い藩でも、実高が高いほど、実際の国力があったということになるし、米以外の産物などでも収入があったから、一概に言えないんだけどね。それからね、大名には徳川将軍家の親族にあたる親藩、幕府の運営に関われる譜代大名、そしてそれ以外の外様大名に分かれていたの。どう違うんだ？親藩は家康の男系男子を藩祖とし、当主は主に松平を名乗ったわ。それから、将軍家の地の保存を目的に作られ、姓に徳川を名乗ることを許された御三家、後になって作られた御三協も、親藩に含まれることもあるわ。そして譜代大名。これは主に家康に関ヶ原以前から従っていた家臣のうちね。後の動画で解説するけど、この譜代大名によって幕府は運営されていたわ。で、それ以外は外様なんだな。外様大名は家康に関ヶ原以降に臣従した大名になるわね。もともと敵だった家ってことなんだな。この大名の区分によっても格式が変わってくるから覚えておいてね。わかったぜ、格式は石高と大名の区分によるってことね。さて、その大名に課せられていた不益の一つが参勤交代なんだけど、前回、武家諸法度を取り上げたけど、その中に参勤について書いてあったのを覚えている？武家諸法度って大名の法律みたいなものだったよな。確か江戸に参勤するってあったな。それでね、現在で一般的に参勤交代でイメージするのは、のような感じのことだと思うけど。そうだぜ、大名行列ってやつだよな。この参勤交代の制度が出来上がったのは、
1635年、三代家光の時代のことなのよ。お、秀忠から代が変わったんだな。うん、二代将軍秀忠は1623年、嫡男の家光に将軍職を譲って隠居するわ。大御所ってやつだな。そうね、秀忠は隠居後も大御所として政治を行った後、1632年に54歳で亡くなったの。とうとう三代目の時代だぜ。家光が誕生したのは、幕府成立後の1604年、秀忠と、その正室、号の間に生まれるわ。一戦国大名であった祖父家康、父秀忠と違い、この家光は初めから徳川将軍家の世継ぎとして誕生したため、生まれながらの将軍と言われたわ。そして、将軍に就任した家光は、参勤交代の制度化や鎖国政策の確立、幕職の整備などを行い、後に続く徳川幕府の基礎を完成させたのよ。江戸城も、家康、秀忠と天下普請が続けられ、三代家光の時に完成したわ。他に、後に大奥と呼ばれる将軍の世継ぎ作りのシステムも、この家光の時代、乳母であった春日の局によって整備されているわ。女の園、大奥だな。この大奥に関しては、また詳しく動画に上げる予定でいます。これ見て、どう思う？お、これ京都だな。千年の歴史なんぜ。うん、応仁の乱で荒廃した、これらのお寺を再建したのもこの家光。それから、死後、東照大権現の信号を与えられた家康を祀った日光東照宮を、今の形にしたのも家光ね。家光はいろんなことをやっているんだな。そうね、これ一つ一つが一本の動画にできるくらいの内容なので、他はまた後ほどにするわ。それで今回は参勤交代ということだな。参勤という制度自体は鎌倉時代からあったんだけど、城下に部下の大名の屋敷を建てて、妻子を人質として住まわせる体系は、秀吉の時代からと言われているのね。家康はそれに習ったってわけだな。でもその頃大名自身はどうしていたんだ。江戸にいなくてもよかったんか。うん、参勤交代として制度化される前は、各大名たちは自主的に参勤していたらしいわ。それに、全国各地の手伝い武神もあったし、当時は改易の嵐の時代だし。そうか、領地ばかりにいると、謀反心ありになってしまうわけなんだな。それが、時代によって変わるけど、基本的には一年おきに両国と江戸を行ったり来たりするように制度化されたわけね。だから江戸には常に全国の約半数の大名が滞在していたことになるわ。一応参勤交代を免除されて、常に江戸にいる大名もいたから、全員ってわけではないのよね。これを江戸城府といって、御三家の水戸藩なんかが有名ね。でもどうしてだよ、謀反を起こされないためには、返さない方がいいんじゃないのか。そうね、まあ帰るなってのは極端かもしれないけど。室町時代の守護が城府で官僚化し、その代わりに領地を治めた守護代が力を持ちすぎて戦国大名化してしまった例があるから、何事もほどほどにという感じかしら。それに参勤と帰国を繰り返させたことは、大名たちの力を削ぐ意味もあったのよ。なんで力が弱まるの？参勤って、軍役ってことね。だから、それぞれの大名は国高に応じた数の兵隊を連れて、参勤する必要があったわ。それに道中の宿の費用や、江戸での必要物資など、かかる費用と手間は莫大となったの。なるほど、だから大名行列の人たちは鎧を着ているのか。そうね、ただ、俗に言う大名行列のような行進をしたのは、その大名の威容を見せつける時だけで、主に自分の領国内と宿場、江戸に入る時だけだったらしいわ。ずっとああいう風に移動していたと思っていたぜ。これを見て。なんだ。これは、今の鹿児島県にあった薩摩藩、島津家の参勤交代のルートよ。すげえ距離だな。そうね、全行程1400キロ、約2ヶ月間にわたる参勤交代だったと言われているわ。新幹線も飛行機もないもんな。それどころか、自動車も舗装された道路もないわ。さらに言うと、ほとんどの川に橋がかかっていなかったのよ。なるほど、確かに鎧着てたら山や川を移動するのは無理なんだな。うん、だから各人、必要に応じて衣装を変えたわけね。こうして参勤交代は各大名にとって大きな負担となっていったわけ。
そうだろうな、移動するだけでこれだけお金がかかってはかなわんぜ。でもね、この参勤交代によって、各地に街道や橋、宿場町が整備されていったの。宿場って、大名でも宿屋に泊まったのか。そうね、でも軍役なので、あくまで陣と言ったわ。格式が高い大名は、本陣と言って大きなお屋敷に泊まることができたけど、格式の違いで本陣を奪い合い、すったもんだのトラブルが絶えなかったらしい。後から来た奴らに横取りされては、その家の面目にも関わるからな。こういった、大名行列は、各大名家がその家の威厳を見せつける場でもあったわけ。最高の価格を持っていた御三家や、大きな領地を持つ大名の行列は、それはそれは豪勢で強大なものになったという。なるほど、こういったところで格式っていうのが物を言うのか。また各地で大名たちが落とすお金は莫大で、食事も各地方の名産、名物が振る舞われたわ。それにね、こういった地方の人たちが一斉に江戸に集うことによって、様々な文化が花開いたのね。ということは、逆に江戸の情報も地方に伝わったんだな。うん、こうして参勤交代によって、江戸やその周辺も発展していったわけね。といったところで、今日私たちの解説はここまでね。へ、いつもよりだいぶ短いんだけど。うん、残りは別の動画を見てもらおうと思ってね。ビデオか、楽でいいぜ。年がバレるわよ、今の子はビデオって言っても通じないわ。じゃあ、続きの動画をご覧ください、でいいのか。うん、では私たちはこれで失礼します。本日もありがとうございました。ありがとねー。やったぜ、ようやく俺に藩主の座が回ってきたぜ。贅沢しまくってやるんご。殿、江戸に参らなければならない時期です。え、どうなってんの、なんなの、死ぬの、こんな寒い時期に外になんて出たくないよ。ご厚意のお触れにて4月までには江戸に散布しなければなりません。え、マジで、俺行きたくないんだけど、ダメ。ダメです、遅れただけでもご厚意のお咎めを受け。最悪を取り潰しにあってしまいます。そうだったのか、殿様になったらうまい飯食って寝てるだけでいいと思ってたんを。すでに半年前から先のりが宿の手配や人足などの準備を行っています。殿、準備が整いました。お早くカゴにお乗りください。かったるいけど、まあカゴなら歩かず済むから、まあいいか。と思ったけど、カゴの中って常に揺られて、気持ち悪いんご、きついんご。殿、どうされました？ちょっと休憩、一旦ストップ。ダメです、休憩はさっきもしましたし、このままだと夜までに宿場に着きません。そうかしょうがないんだな。あの行列の先頭で大きな荷物持ってパフォーマンスしてるやつ、誰だ？ねえねえ、あいつ、うちの家来じゃないみたいなんだけど、誰？殿、あれは桜です。桜？はい、当家の威厳を領民に見せつけるため、雇った人足です。はあ、なるほど家来の他に人を雇って大きく見せているのね。殿、やばいです。今すぐカゴから降りて土下座してください。なんなの、毎度どうなってんのよ。死ぬの、俺お殿様よ、偉いのになんでなの。あのご家紋は、御三家の一つ、紀州様ですぞ、ささ、お早くお降りください。え、何御三家って、俺より偉いの、どうなってんのよ。偉いなんてもんじゃありません、相手は天下の徳川御三家、こちらは弱小とざま、粗相があっては一大事、さあ、早く平服を。そう、お城にいれば一番偉いのに、なんでこんなことになってんだよ。なんか、人少なくなったなぁ。ねえ、あの桜の奴らどこ行ったのよ。それにお前ら身軽な服装になったんご。
殿、領地を離れましたので桜は解散です。あとは急いで井戸に向かうのみですので、着替えました。そうか、行列が止まったな、どうした？これから川越をします。え、橋も船もないのにこの川渡るの、ふざけてるの、死ぬの、マジで。マジです、まあ殿はそのままカゴにお乗りになっていてください。うお、マジ、すげえ、どうなってんのよ、大丈夫か？大丈夫です。この後いくつか川越をしなければなりませんが、増水すれば渡れない時もあります。そうか、しかし、こうやって川を渡っていたのか、びっくりだぜ。くたくたになったんご、さあ早く宿に行っていっぱいやるんご。殿、大変です。なになになんなのよ、毎度毎度、今度こそ切れるよ、やってやんよ、上等よ。予約していた宿に、先客がいました。何言ってんだ、予約したんだろ、こっちが優先よ、俺大名よ、お殿様よ、偉いんよ。それが、先客はご公儀の大番頭、公用であるとのこと。何それ、大番だか小番だか知らんか、幕府の一役人だろ。俺大名よ、お殿様よ。殿、お気持ちはわかりますが、当家はこの度の休養しの身切り、ご公儀に借りがあります。ここはこちらが引きましょう。え、何それ、聞いてないよ、どうなんのよ、今日どこに泊まるんよ。仕方ありません、その辺にあえいしましょう。くそー、宿場に来てまでの塾かよ。俺大名なのに、役人ごときにまで、なんでこんなことに。殿、もう少しで井戸です。やったぜ、ようやくここまで来たぜ、長かったんを。殿、大変です。もう驚かないぜ、天皇でも将軍でも来てみろってんだよ、いくらでも頭下げてやるぜ。お金がつきました。このままでは江戸まで行けません。殿、殿、お気を確かに。今皇族隊が到着しました。殿、ようやく判定に着きました。お疲れ様でした。いやー、金がなくなった時はどうなることかと思ったぜ。さあ、早く町に繰り出していっぱいやるんを。あ、殿、お初にお目にかかります。留水役の家老です。あ、ちょうどいいところに来たんを。俺、これから吉原や浅草に遊びに行きたいんだけど、カゴチャーターしてくれない？殿、遊びに行くなんてとんでもない。間もなくご公儀の使者が到着しますので、表で待機していてください。え、マジで、さっき老中ってやつに挨拶してきたじゃん。はい、ご老中に挨拶が済むと、すぐご公儀から使者が使わされることになってます。いやー、終わった終わった、さあ遊びに出るんを。殿、まだ肝心の上様へのお礼言状が済んでおりません。それいつになんのよ、それまで外出禁止、聞いてないよ、マジで、死ぬの。マジです、
ご公儀から日取りの書状が届くのでしばしお待ちを。くそー、江戸に来たらゆっくりできると思ったのに、結構めんどくさいんを。ご家老、ゆっくり宗家のご家中の方が挨拶に見えられました。あ、粗相の内容を案内して。それから殿、本日は江戸詰め覚悟家来衆の挨拶もありますので。うぬぬ、なかなか忙しいんだな、大変だぜ。殿、カゴの準備が整いました。え、まだ途上時間の2時間も前じゃん。こんな早く出てどうすんのよ。殿、それはですね。うえー、なんだこれ、どうなってんのよ、めっちゃ渋滞してんじゃん。それを見越して早く出るんですが、みんな考えることは一緒ですね。っていうか、何あのめっちゃ長い行列は。殿、あれは戸様の言う伊達公のご行列です。行列っていうか、藩邸からお城の門までつながってる。あれじゃ道の反対側に渡れないじゃん。殿、いつもの光景です。ああいうブルジュアは放っておきましょう。うおー、ここもめっちゃ混雑してんじゃん。あれ、みんなカゴや馬から降りてるんを。殿、ここでカゴから降りてください。あ、こっから歩きなのね。てか、お前たち帰るの、置いてかないでよ。ここは江戸城の入り口、行列は終わりですので、ここからは私たちだけになります。あ、そうなのね。ここも行列か、仕方ない、並ぶんを。殿、ここから先は私たちは入れません。こっからはお一人で。お前らも帰っちゃうの、心細いんを、どうすればいいんを。ご先代様よりご懇意の坊主衆の方に案内していただけるはずですので。え、城なのに坊主って寺じゃないんだから、どうなってんのよ。殿、ご分を。これからリハーサルしますんで、皆さん城書院に来てくださいね。というわけで、今やった手順でお願いします。順番にお呼びしますので、待ち時間は自由にお過ごしください。次のグループ、お入りください。ドキドキ。ゆっくりの神。ピク。それピク、ピク。ゆっくりの神がありがたく申しております。